あれ、家の鍵がない。入れたはずなのに。放送します。一年生の助手で。誰助手って。ああいうのやめてくださいよ。思ったより早い到着、さすが助手くん。人の話聞いてます。で、何です、その格好。冷めないうちにどうぞ。でもやっぱり怪しいんで。腹減ってるし。これは。ねえ、驚いた？ねえ、助手くん。それではお次のマジックは。食事中だけでも静かになりませんか？先輩って止まると死ぬんですか？そうよ、先輩はマグロなの。マグロ。先輩、飲み物。飲み物ね。待って。先輩がやるもん。今からやるもん。先輩。シャツまでベトベト。飲めた。金返せ。あれってもしかして先輩だ。助手、お金貸して。やだ。この人無駄に足が速い。それじゃあ先輩の準備ができるまで適当につないで。ご用意します。こうやって。はい、手帳が浮きます。ペンを一瞬で消します。ペンを素早く内側に曲げて逆の手で一瞬隠すと。はい、消えました。おお、まあまあかな。実のメインディッシュ、密閉されたボックスからの脱出です。ドクターご覧あれ。手品やる顔じゃないですよ。大丈夫、助手くんはやればできる子だって。諦めた。どうしよう、とりあえず。どうした？あの、今日はここまでみたいです。ピンチに気づくとは、さすが助手。なんで？下品すぎる。